なんかスーツに旅っていうのは初めて。<laughs> なんか妙な緊張感があります。え、皆さん、こんにちは。私は鎌倉東進という会社で、ゆい二一ゼロ一という投資信託の運用と販売をしています。あのゆいというのは、みんなで力を合わせるということ。そして、二一ゼロ一というのは、二千百一年という意味です。百年続く投資で、百年後の社会を多くの人と共に作っていきたい。そんな思いの、あの、名前にしています。あの。 合言葉はですねいい会社を増やしましょうなんですあの何でもいいから投資するのということではなくていい会社が増えてそこから幸せな社会ができればいいなというふうに考えていますあの創業して間もなく10年になりますこの10年振り返ってちょっと自分のいろんな学びを今日は皆さんに共有したいなというふうに思いますえテーマは何を成すかではなくいかに生きるかこれで話したいと思います 私はもともとサラリーマンでした20年間勤めてまして2008年1月にあるプロジェクトを最後に会社を離れましたその時それなりに高いポジションにいたもんですからあの仲間連中はですね「もったいないんじゃないとやめるなよ」っていうふうに結構言ってくれたんですでもまあやっぱり手触り,手触り感のある金融の形を作りたいなという思いであの会社を後にしましたでその後約半年経ってリーマンショックというのがあったんですでその時にですね あれほどやめるのをやめろと言っていた仲間たちがいいい時辞めたたなううふうに思えてくれました <laughs> いや確かにそうなんですよあの。もしリーマンショックの後だったら私は立場的にやめれなかったし退職金も出なかったもんですからおそらく鎌倉当心というあ退職金が出なかったんで資本金に当てられなかったんですね鎌倉当心の。ですからおそらくあのリーマンショックの後だったら鎌倉当心は存在しないし僕はここに絶対立ってないと思うんです。 仲間と一緒に2008年11月に鎌倉東進という会社を創業しました先ほど言いましたけどリーマンショックの直後の世界の金融経済大混乱の最中ですそんな時に多額のお金をかけて金融ベンチャー立ち上げるいい会社を応援する投資は真心であるそんなきれいごと言ったってパフォーマンスが絶対出ないよというふうに同業の人たちが言ってく,言ってくれたんですでもっとあの印象的だったのは あなた方は人のお金使って社会実験するのとそこまで言われましたから結構響きましたけどもでも試されてるなっていう感覚はありましたあこれやればいいじゃないと他の人たちがやらないんだったらやればいいじゃない正しいことを言ってるんだから今の時代業界の常識社会の常識から新しいものって絶対生まれませんよねだったら他の人がやらないんだったらやろうという思いで普通に立ち上げたんですところが本当のの苦しみはその後なんですあの私たちのような金融ベンチャだってものすごくお金がかかるんです 人を雇わなきゃいけないシステムを入れなきゃいけない営業を始めるまでに大体1年ぐらいお役所からいいよって言ってもらうのに時間がかかるんですその,晩その間は経費持ち出しですよねで実際にあの投資信託を設定して運用をスタートしたからといってすぐにお客様が集まるわけではないんです当たり前ですよね知名度もないし実績もないしあのいい会社を増やしましょうだけでお金を出す人はそうそういるわけないんです。 ですのであの一番最初運用を始めた時に集まったお金はあの3億円ぐらいでした鎌倉投資の売り上げというのはお客様から預かったご資金の大体1%を信託報酬としていただくんです。ですので一年目営業を始めて1年目の売り上げは300万経費は7,000万2年目は売り上げ700万経費は9,000万3年目ようやっと一千万売上を一千1,000万を超えて 経費一億円を超えました。やればやるほど赤字が膨らむんです。ベンチャー企業でいうデスバレエってやつです。それぐらいこう収益の立ち上がりに時間がかかるんですね。その時に思ったんです。あの僕たちは確かにいいことやってるけども、これ事業として成立するんだろうかということなんです。で、思いだけでやっぱり続かないよなってどこまで資本が持つんだろうとまあそんな感じだったんです。その時に力をくれたのが実はお客さんなんです。 きっかけは東日本大震災でした。投資信託の運用をスタートしてちょうど一年後ぐらいです。2011年3月11日東日本大震災が起きました。3時ちょっと前でした。でその日は株式市場は特に大きな反応はなかったんですけども、状態が明らかになって大変なことだということが分かってくるにつれてあの市場は大きく反応したんです。翌週の月曜日火曜日わずか2日間で。 あの株価は20%の暴落したんです金額にすると100兆円もの富が一瞬にしてなくなったんですもう大パニックですそういった時に普通の投資家の方はどうするかというと我先にと逃げていくんですところがあの鎌倉投ののお客ささんんは全くく逆の行動をっってくださったんですそもそもいい会社を応援したいいい社会を作りたいという思いで参加してくださっているお客さんなんで行動が全然違ったんです。 運用を始めて1年経った間でしたたけどもそのの間ででうと最大の入金件数でした解約はほぼなかったんですしかもあのいろんな方からメールとかでメッセージをもらってあのこういう時だからこそいい会社を応援したいんだとかもしくは自分は東日本大震災復興支援に直接かかることはできないけども少しでも社会の力になるんであれば参加したいって言ってあのお金を入れてくださった方がたくさんいたんです。 本当にこう祈りとも言えるお金で命とも言えるお金だと思いました。私はお金は命そのものだと思っています。天から与えられた時間を使って命を削ってお仕事をして得ているお金です。それを祈りに変えて預けてくださったんです。これは大切にしなきゃいけないというふうに心に刻んだんです。ですので投資している会社の社長さんに手紙を書きました。あのお客さんはあの売らずに応援してますから頑張ってくれって で、そしたら、あの、投資先の社長さんもいっぱい手紙をくれて、それをお客様にもお伝えしました。そこで絆ができてきました。お金っていうのは、必ず信頼の裏付けがあるんだなというふうに思いました。信頼、つなわち、真こそが貨幣であると、その時に思いました。それから同時に、こうも思いました。お金には色はないんだけども、使う人の心の色に染まるっていうこともわかりました。 その時にあのふと思ったんです自分は今までやっぱり数字を上げなきゃいけないとか社員もたくさん雇ってますから給料を出さなきゃいけないとかなんとか形にしようとすごく焦ってたと思うんですねでもその震災の時のお客さんの気持ちを見た時にもうう結果はある面ででいいいいいやとと天にに委ねればいいという感覚になったんです何を成すかというよりもいかに生きるかってその純粋性に意識を向けようというふうに思いました。 金融を通じて平和への祈りを捧げるこれをあの自分が金融事業に向き合う精神のよりどころにしようというふうに決めたんですそしたら少し楽になりましてあの肩の力が落ちたというんですかね結果を求めないわけですからあ,のあと神様お願いみたいな感じですからあの楽になるわけですでそうするとすごく自然体の自分になれた気がしますあの強く見せる必要ない大きく見せる必要ないかっこよく見せる必要ないですので、ね、割と支援者が増えてきたんです で結果としてそれから7年8年経ちましたけども今3億円だったご資金は370億円まで増えて、えっと、300人ぐらいだったお客様が今1万人ぐらいままで増えてきました年齢問わず国籍問わずお客様になっていただきます年齢問いませんので今うちのお客さん一番若い参加者は投資家は0歳ですねあの子供でもでも投資家になれますし最高齢90歳超えてると思います 以前年配の80ぐらいの女性の方が私は老後のために投資をしますとおっしゃってましたけど <laughs> そういう人が増えるといいなと思いますねはいあの1万円から参加できるんですねですので大学生も,もちろんですけども高校生中学生は自分の意思で参加している子どもなんかもいるんですまあそういう若者が増えるといいなと思います本当ににその時にあの時つくづくづ感じたのは 何をなすかではなくいかに生きるか。そこをよりどこにしようと思いました。19,000人のお客様とあのまあ投資先のいい会社さんつなげる場をいろいろ作っています。その大きな取り組みが受益者総会という取り組みです。日本全国からあのお客様に集まっていただいて、さっきのカヤックのヤンさんなんかも含めてですけど、いろんな会社の経営者に来ていただいてご講演をいただいたりパネルディスカッションやったり企業展示をやったりします。そこでつながりを生んでいきます。 社長に話していただくことはないかというと株価とか業績とか数字の話ではありませんそもそも自分たちの会社は誰のために何のために存在しているのかというのを思いの原点とか自分はこれから何に挑戦していくのかというビジョンを語っていただきたいんですねその思いがお客様に伝わればそこから信頼感ができてくるんですもっと言えば 鎌倉投資のお客様んはだいたい20代から50代の現役世代、社会の中,中核を担っている方が多いんですけども、いろんな気づきがあるんです。おそらく少なからずこう思う人はたくさんいると思います。そういう起業家の話を聞いたときに、すべてはたった一人の思いから始まっているということ。あらゆる事業変革、あらゆる事業、あらゆる社会変革はすべてたった一人の思いから始まって そしてその一人というのは決して特別な人ではないということですごく普通に身近にいる人です何が違うかと、これをやりたいという意志とやり遂げるという決意ですねこれだけなんですだとすると自分でもなんかできるんじゃないかと思う人出てくるんですちょっとしたことです例えば会社の中で自分の周りから何か変えていく変えなくても意識を変えていくもしくは社会貢献やるそういう人がたくさん出てくるんです 一歩間違うと危ないとかですね転職です。鎌倉投信が投資しているいい会社に転職する人が何人もいるわけですね。はいあの一昨日ですねあの鎌倉投信の投資先の一つマザーハウスという会社があってそこにバッグを買いに行ったんです。このバッグなんですけどもあのうちのお客さんがマザーハウスの山口社長の話を聞いて感動して転職したんですね。ちょっとどうしてるかなと思って見に行ったんです。 で彼、あのまあ、アポイントあって行ったわけじゃないんですけどあのすぐ分かってくれて「鎌倉さん、よく来てくれました」す僕、すごく充実してます」「鎌倉投手に会えてよかった」ってなんかね、本当満面の笑みで迎えてくれました。 いや本当に今もちょっと涙が出そうなんですけどもその時も本当に涙をこぼれそうになってこらえましたさすがにこういう女性用のバッグもたくさんたくさん並んでいて可愛らしいお店で男二人で昼間から泣き始めたらどう考えても怪しいじゃないですか <laughs> だから必死でこらえたんですこらえてであのこのバッグを買ってきましたけどあのいろいろ思いの詰まったバッグです 本当にあのそういう出会いができて良かったなと思います。今日はあのこれを言うためだけにこのバッグを持ってきました。<laughs> <laughs> はい。あのやっぱりこういい投資とかいいお金の使い方っていうのはいろんな学び気づきがあり、そして人間性を磨いていきます。そういうきっかけを作りたいなというふうに思いました。お金というのは基本的には縁をつなぐものです。例えば物との縁、こととの縁、人との縁。 いかようにもつながるんですけれどもいいつない方をしたいなというふうにその時改めて思いましたそういう場をいっぱい作りたいと思いますそしてあのこの10年間でさまざまなリーダーの方にいろいろ私自身も訓導を受けています本当そういう受益者総会といろんな話で教えを受けていますあのちなみにリーダーというのは組織のトップの人のことを言うのではありません 人を幸せにできる人はみんながリーダーだと思いますですので皆さん皆さん全員リーダーですもういろいろあるんですけどもいくつかのポイントだけお話しします一つは動機のの純粋性というのを教わりましたあのよく成功した人にこういう問いを立てますなんで成功したんですかって聞きますで大抵の方が多くの方が「運が良かった」って言うんですよたまたまだっていう人は少なくないんです でもそれは正しい言葉ではなくて運が巡ってくる前努力してたということだと思いますもしくは運を引き寄せたということです運は引き寄せることができますどうやって引き寄せるかというと円を作るんですいい円を作るんですいい円を作るにはどうすればいいかというと動機の純粋性なんです何をな謎かではなくていかに生きるか生き方だとか仕事の向き合い方だとかそこに透明感があるとそこでつながっていくんですあこうなんだということを 才能とかそういうことではなくて、ひたむきさが大事なんだというのを教えてもらいました。二つ目があの学びの深さなんです。あの、まあ、いわゆる勉強熱心なんですけども。あの方程式があって、かいがある時代ではないので。あの異業種に学ぶだとか、あのもっと価値観に照らして深く掘り下げていく。哲学を学ぶ歴史に学ぶってあるんですけども。根本的には学びとは何かというのを、そういう方を見て思うのは。 今世に生まれてきた役割使命は何かをたどるその,やりそのために学ぶんだと僕は感じるんです皆さんも必ず何か役割があってあのこの世に生まれてきてるわけですけどもあのそれを知るために学ぶただあの自分の <laughs> 生きる目的は何かとかそういうのをこう見つけようとする人がいるんですけども多分それは見つからないと思います。見つける方法は何か 今目の前にある、この一瞬一瞬を大切に生きる。その一点だと思います。最後が愛です。ある人に言われたんです。あの。リーダーというのは徳がないとダメだよなって言うんですよ。そうですよねって。どうすれば、あの徳を積めるんですか。その極意を教えてくれって言われました。どういうふうに尋ねました。で、その人は簡単にこう言うんですよ。そんなの簡単だよ。人のために時間を使えよって言うんですよ。はあ そうですねおっしゃる通りですでもできるかなとでまたある経営者はこう言うんですよそんなの簡単だよ笑顔で接しろと笑顔は仕事だと上に立つ人にとって笑顔は仕事だっていうんですよ雰囲気はパワーそのものだとこれは両方とも難しいです一瞬はできますけどね普通に自然体でやると難しいです共通するのは共通していることは今目の前にいる人に一生懸命意識を向けろということです そこに我欲があったりとか我が事を考えたらダメだということですそれができるのは自然体でやり続けるのは愛がないとできないですねだからそれを学べというわけですよまあいずれも自分ではとてもとてもできない境地ですただちょっとでもあのこういう仕事をさせていただいて縁もあるので学びたいなというふうに考えていますどうやって学べばいいのかこれはわからないですただ何をなすかではなくいかに生きるかそういう生き方の中に かすかな光明はあるように感じています。今日はあの僕の話を聞いていただいて、本当にありがとうございました。